皆さんこんにちは、遊び方ファクトリーチャンネルでございます。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、連休初日の4月のですね29日に撮影をしております。金曜日ですね。結構ね、皆さんの地域も相当雨風強かったと思うんですけどね、岡山県というかね岡山市も結構雨風が強くてですね、いろいろ撮影をこう予定してたものができないっていう感じだったので、まあ何しようかなというところで、ちょっと前回のですねアップロードから時間があるのもあってですね、こういろいろ考えてみたんですけど、まあちょうどというかね、去年の3月からこの YouTube のチャンネルをこう開設させてもらって、一番初めに上げたのがこの今この撮影しているこのメタルシェットの中にいるんですけどね、このメタルシェットをバイクガレージ化するっていうね、そういう DIY をこうお届けしようということで始めさせてもらいました。はい、で1年以上経過する、まあ、ちょっと1年ちょっとかな経つんですけど、まあ、今でもこうちょっとしたお問い合わせを受けたりするので、まあ、改めてですね、まあ、今も結構拙いんですけど、当時ちょっと見返してみるとね、なんかよくこれで YouTube 上げたよなっていう感じだったので、まあ、改めてですけど、こうメタルシェットの、まあ、まとめ動画という感じでこうさせていただこうかなと思っております。連休中にこうネットショッピングなんかでね、こうメタルシェット購入をもしかしたら皆さん決めるかもしれないので、まあ、その参考になればなというところで、こう3つぐらいに分けていこうかなと思います。まあ、1つはですね、こうメタルシェットの今もう見えてる基本情報っていうのと、あと購入前にぜひしておいてほしいっていうのをね、一番初めにお届けさせてもらって、であとは設置時、まあ、設置とかこう、まあ、建てるって言っていいのかな、の時にどうしたかっていうのは別の動画第2弾としてですね出させてもらって、で最後にですね、まあ、こういう風にこう設置後にアレンジしましたというね、まあ、こういう壁紙だったりとか、まあ、そういったところのことを第3弾でですね、こう1、2、3ぐらいでこの連休中に頑張って出せたらいいなと思ってるんですけど、間に合わなかったら大変申し訳ないんですけど、まあそんな感じでいこうかなと思います。最後までお付き合いいただければ幸いでございます。ではやってまいりましょう。それではですね、早速なんですけど、うちでですね、購入したメタルシェットのちょっと基本情報っていうところからお伝えしようかなと思います。で、商品名はメタルシェット1006と検索していただくとですね、同じものが出ますので、で、このメタルシェット1006のですね、サイズの方が、横幅がですね、277と、で、奥行きが255、そして高さが202なんですけど、高さっていうのはね、こういう三角屋根になってるんですけど、この一番高いところがですね、202になってます。で、ここね、ちょっと文字大きくしてるんですけど、重要なのがこう奥行きが255で、この YouTube をですねご覧いただいている方っていうのはメタルシェットとこうバイクとかね、バイクガレージで検索してたどり着いてると思うので、もしですね購入しようっていう場合はですね、持たれてるバイクの全長っていうのをよく見てくださいね。うちで言うと YZF-R3 とですね、ホンダのセンダボっていうのは常時このメタルシェットに入れてるんですけど、ちょっと今お見せしましょうかね。こんな感じです。こんな風に入れてるんですけど、この2車種に関してはですね、ちゃんとこうまっすぐこう入って前後にねちょっと余裕が持てるぐらいになってますので、まあ、ハーレーとかですね、ああいうのになってくるともしかしたらキツキツになるかもしれないので、そこはチェックしてみてください。1年ちょっと前の購入時の価格で 73,780 円税込みだったんですけど、今日ね2022年の4月の29日に見てもまだ同じ値段でしたので、ただね今物価がいろいろ上がってると思うんで、もしかしたらね今後上がるかもしれませんので、ちょっとご注意ください。ポイント還元なんか入れると実質が65,406円で購入しましたので、まあ稲葉とかね、タクボとか、あとなんだデイトナさんとかね、ああいうところと比べると一番初めにかかる値段としてはね結構リーズナブルでスタートできると。まあ、ここからちょっとずつかかるんですけどね。はい。というような基本情報となっております。メタルシェット購入前に確認しておくことということで2点あります。1つ目、はい。建築確認申請っていうものがあるんですね。はい。で、2つ目、固定資産税。まあ、これちょっと聞いたことあるかもしれませんけど、この2点はですね、購入前に必ず確認しておいてくださいね。建築確認申請なんですけど、これはですね、物置も建築物ですよということで、場合によってはですね、設置前に建築確認っていう
こう作業が必要なことがありますよというのがこの建築確認申請ですね。です。まあ、それはどんな時かっていうと、次のうちのですね、どっちか一個でも該当しちゃうと、建築確認申請が必要です。一つは、設置場所が地域のですね、防火地域、または準防火地域に当たる場合。うちの場合で言うと、岡山市なんですけどね、岡山市防火地域って検索したら、行政がマップを出してくれてて、で、どこがね、防火地域かこのマップ上で示してくれてるというような、こういうサービスであったので、皆さんもですね、こう、お住まいの地域の名前、大体出てくると思います。はい。まあ、出てこない場合はですね、ぜひ役所の方にちょっと聞いてお問い合わせしていただければすぐわかるのかなと思います。もう一つはですね、物置の床面積が10平方メートル以上ということで、10平米以上ですね。ということなんですけど、メタルシェッドの基本情報でお伝えしたんですけど、サイズのところのこの横幅とこの奥行き、この掛け算してですね、このメタルシェッド1006っていうのは、実は10平米超えないんですよ。岡山市のこう住んでる地域はですね、防火地域に当たらなかったので、うちとしては建築し、確認申請は不要でした。こう両方とも該当しなかったので、さっきこうお見せしたこの1006っていうのの上のサイズがあるんですよ。まだこれより大きいサイズがあってですね、これより大きいサイズの掛け算すると10平米超えるので、これよりですね、大きいもの買ったら建築確認申請いりますからね。この、まあ、1個目のね、防火地域にもし当たってたらですね、問答無用に建築確認申請いりますので、まあ、その場合はね、もう大きいの買っちゃおうかっていう選択できると思うんですけど、防火地域じゃない皆さんはですね、サイズは、ちょっと確認しておかなきゃいけないっていうところになります。次にですね、固定資産税。まあ、これは結構聞いたことあると思うんですけど、固定資産税っていうのがですね、土地と家屋に対してかかるんですけど、この条件によってはですね、物置っていうのも家屋とみなされる場合があります。その条件をですね、次の3つ、今度は3つですよ。3つを満たすとですね、この家屋とみなされますということで、1つはですね、定着性。まあ、これは土地にがっつりついてるかどうか。はい。そして2つ目はですね、代期分断性。で、これ、そうですね、雨風しのけるかっていうと分かりやすいかなと思うんですけど、まあちょっとね、今こういう箱があるんであれですけど、まあ土地にこういうね、こういう物置建てたとしまして、3方向、まあ側面と背面とかね、3面以上の壁に覆われてて屋根がついているっていう、まあ条件になるんですけど、なのでね、まあ例えばこういう前が空いてて、この、前が空いててもね、3面が壁に覆われてて屋根がついてると、この外気分断性があると判断されるんですけどね。分断してねえじゃねえかと思うんですけどね。はい。まあ、基準はそういう風になってますので、はい。で、もう一つは用途性ということで、例えば、何かの保管庫とか貯蔵庫、それから、まあ、居住地とかね、作業部屋として、使える状態にあること。使うかどうかが関係ないですよ。もう建ててて、使える状態になってたら、用途性があるとみなされますので、この定着性、外気分断性と用途性の3つを満たしたらですね、もうそれは家屋ですよとなりますので、ここがですね、皆さん結構悩むところだと思います。今回の動画の、まあ、肝というかね、中心になるところはここになるんですけど、で、このポイントなんですけど、メタルシェッドはどうなの？はい。外気分断性、そして用途性は、まあ、満たしますよね。で、外気分断性って、メタルシェッド、扉もついてますからね、三面以上壁に覆われてて、まあ屋根もついてると。三角屋根がついてるんですけど。なので、外気分断性は満たしますと。で、用途性。もう建てた時点でバイク中入れられますし、別にお米入れてもいいですけど、保管庫というかね、貯蔵庫にもなりますし、作業部屋にすることもできるので、まあ、用途性も満たしますと。で、一番ポイントになってくるのが、この定着性というところなんですね。で、ここが、やり方によって変わるというのがすごく重要になってきます。さあ皆さん、この動画のですね、肝になるところなんですけど、土地定着性があるかないかっていうのをですね、結構わかりやすくこう示してくれてるサイトがありまして、で、それがですね、何がいいかっていうとですね、はい、こちら。茨城県水戸市さん、まあ、行政の方でですね、こういう写真付きで、こういう場合は土地定着性がありますよ。まあ、課税対象になりますっていう場合と、こういう場合はなりませんよっていうのを、まあ、例としてね、写真付きで出してくれてるので、ここすごくわかりやすいんで、ちょっと紹介させてもらおうかなと思います。はい。で、まあ、こっちで言うとね、ちょっとわかりにくいかな。こうしようかな。はい。はい。
これでだいぶ見えますかね。はい、鉄筋コンクリートのですね、上にこう施工した場合は、これもう土地定着性があると課税対象ですとなってますし、コンクリートブロックの場合でもですね、このようにぐるりと回ったような基礎の作り方をすると課税対象ですよとなってます。はい、でならない場合の例ですね、こちら、まあ、よく見るようなですね、物置屋際のですね、下にこういうふうにブロックを置いて、でその上に置いてるんですけど、ちゃんとね、転倒防止処理というかね、転倒防止策もこれしてるようなのがあって、ここにも記載もありますからね。はい、ただその程度だと課税対象とはならないというふうにあります。まあ当然ですけどね、メタルシェッドも基本的にこの課税対象とならない方式でやるのがいいのかなと思ってますし、うちも一応そういう形でやらせてもらってます。まあこのね、動画のアップロードの前に一応ちゃんとね、住んでる岡山市の住んでる区役所のそういう係の方にですね、住所と名前と言ってちゃんと問い合わせかけたんですけど、そのされた方のケースバイケースによっては、この基礎はちょっと剥がせないな、簡単に撤去ができないなと判断した場合は、土地定着性ありになって課税対象となる場合はありますので、最終的なお答えとしてはケースバイケースとしか言えませんっていうふうに言われて、まあそりゃそうだよなとは思ったんですけど、やり方によって変わるというところで、まあ皆さんがですね、まあ自分自身もそうですけど、こだわりによってあまりにもこうやったら絶対動かないだろうというふうにやり込んでしまうとですね、まあ見る方が見たらですね、これは簡単に撤去できないでしょうとなると、土地定着性、まあ、ありの方に判断される場合もありますので、ここはですね、まあ、絶対が言えないんですけど、まあ、程よくですね、転倒防止と風によるこうどっかに飛んでいかないようにっていうのをこうやった上でですね、こうやってもらえればなと思います。ふわっとしてるような感じに聞こえるかもしれないんですけど、まあ、断言ができないところがですね、これ難しいところで、頭でちゃんと知っておいて、こう何かするときにですね、まあ可逆性というかね、元に戻せることを考えてこう DIY していくっていうのはすごく大切になると思いますので、この辺をですね、ちょっと注意していただければなと思います。というわけで皆さん、メタルシェッドのですね、まとめ動画第1弾ですね、こちらメタルシェッドを購入前に確認しておくこと、いかがだったでしょうか。ちょっとね、最後にフォローを入れるんですけど、固定資産税もし払うようになったらいくらなのってちょっと思うじゃないですか。税額ね、1.4% だったんですよ。いろいろね、特例があったり、こう、もしかしてね、お住まいのところでちょっと変わるかもしれないんですけど、1.4% で、それは、評価額に対して 1.4%、まあ、掛け算ですよね、になるんですけど、評価額って購入した金額を上回ることないんですよね、基本的に。まあ、定価なら定価を上回ることはないと思うので、メタルシェットのね、価値が50万円ですっていうような、もし行政がいたらね、なんてびっくりだと思うんですけど、まあ、7万5千円だったかな、うん、ぐらいを超える価値がつくことないので、それの 1.4% で考えたらね、もし仮にかかったとしても、1000円ぐらいのもんだと、になるはずなので、そう思うとね、安心してこう、DIY もできるのかなと思いますので、まとめ動画第1弾はね、この辺で終了にさせてもらおうかなと思うんですが、設置編とカスタム編でね、また続きも出そうと思っておりますので、そこもですね、参考にしていただければいいかなと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。